皆さん、こんにちは。5月10日開始したイスラエルとパレスチナのハマスとの交戦は12日目の21日午前2時停戦に入りました。カザ地区を中心に双方で240人以上が死亡しましたが、その中、パレスチナ側の死者数は232人です。 抗戦はハマスが起こしましたがわずか数日後ハマスの敗北で終わりました。 イスラエルとパレスチナとの武力衝突は過去もずっと存在し、中共はずっとパレスチナを支持し、中国の民衆の態度も中共政府と同じでしたが、今回のイスラエルとパレスチナとの交渉を通じて、中国民衆の態度は中共政府と反対になり、多くの人はイスラエルを支持するようになりました。 今回のイスラエルとパレスチナとの交戦を通じて中国人は何を分かったのでしょうか中共はどんな衝撃を受けたのでしょうか今日はこれらのことについて話します。 イスラエルとパレスチナが共に自分の聖地と思っている、エルサレムには両方の住民が大量に住んでおり、歴史上、領土上、宗教上などの問題でずっとこじり合いが発生していました。 今年はイスラム教のランタンが始まった4月中旬、聖地で2つの事件が発生しました。1つはイスラエルが聖区ジャラ地区に住んでいるパレスチナ人家族数世代に立ち退きを迫ったため、パレスチナ側の怒りに火をつけ、パレスチナ人が抗議を始めました。ちょうどこの時期、もう1つの事件が発生しました。 今月7日に旧市街のイスラム教の礼拝場、アルアクサ・モスクでイスラエル警察がパレスチナ人の寺院への侵入を禁止したため、5月10日、パレスチナ人とイスラエル警察との衝突が発生し、300人を超える人が負傷しました。 イスラエルの占領地でユダヤ人が国際法に反する入植活動を進め、パレスチナ人を追い出しているとの反感がパレスチナ人の間に広がり、特にモスクにイスラエル警察が突入したことを反発して、パレスチナのガザ地区を実行支配する ハマス組織が10日夜6時頃、イスラエルに大量なロケット弾を発射し、イスラエル軍が直ちに反撃し、ガザを空爆して戦争が起こりました。 イスラエルとパレスチナの間には昔からずっとトラブルがありました。しかし、平和条約を結んだこともあります。1993年、パレスチナ解放機構実行委員会のアラファット議長とイスラエルのラビン首相が暫定自治政府原則の宣言を結んだことがあります。 この宣言言オスロ行為とも言いますしかしイランはオスロ行為に反対しイスラエルに制裁をすると要言していましたパレスチナのハマス組織もイランと同じくイスラエルとのすべての短パンを拒否しイスラエルに武力攻撃することこそパレスチナの唯一の解放の道だと主張していました 要するにイスラエル国を消滅しようとすることはイランとハマスの政治的最大の公約数でした。これがイスラム教のパレスチナのスンニ派ハマスとイランのシーア派が流派を超えて同盟が結ばれる政治的基礎です。 過去数十年間、パレスチナとイスラエルの間に平和的協議が達成されようとすると、ハマスとイランは自殺式、爆発などテロ手段で平和を破壊していました。ハマスとイランは中東の平和プロセスをずっと破壊しています。トランプ大統領には歴代のアメリカ大統領がやりたくても実現できなかった非常に目立つ外交実績があります。 これは中東平和を実現したことです。アメリカにとって中東平和達成の最大の戦略価値は戦略中心を中東からインド太平洋地域に移して中京に多応することです。実際にトランプ政権時代に米軍はシリアやアフガニスタンなどから撤退し アメリカを中心とする日米豪印の4カ国のアジア版の NATO が構築され中国包囲網が形成されていました現在のバイデン政権もトラブ政権のこの戦略システムを引き続き実施していますこれは中共にとって非常に不安なことです 2001年の9・11テロ事件以降、アメリカが中東での対テロ戦略に全力を注いでいたため、中共は発展の空間を得て、この時期に飛躍的な経済発展をさせることができたのです。中共自身もこの時期を黄金十年だと公に認めています。 現在、アメリカを中心とする中国包囲網を突破したければ、中共にとって最も良い方法は古い手口を繰り返すことです。つまり、中東が再び戦乱になって、アメリカが中東に戻っていくことです。 今回、ハマスがイスラエルを主導的に攻撃したことは、中共が直接指示したとの根拠はありません。しかし、2009年、ハマスが発射したロケット弾のロケットランチャーには、中国製の鉄鋼があるとの報道がありました。 ハマスの武器はほとんどイランから購入したものですが、イランの武器には中国から購入したものがあるため、中国製の武器がイランを通じてハマスの手に入った可能性もあるでしょう。ハマスに対するイランの影響とイランに対する中共の影響から見れば、イスラエルとハマスとの衝突には中共の影響は避けられないでしょう。現実には、 パレスチナとイスラエルとの戦争は中共の利益に符合しており戦争において中国が得る利益は最大だと中共の高層幹部が書いた文章はインターネットで多く掲載されています。だからパレスチナとイスラエルとの交戦の裏には中共の利益が含まれています。5月10日 ハマスがイスラエルに大量なロケット弾を飽和的に発射して戦争を起こした当初、国連安全保障理事会の持ち回り議長国として、中共政府はいかなる反応もしなかったんです。しかし、戦争の進展は人々の想像を超えて、イスラエルのアイアンドーム防御システムが ハマスのロケット弾の9割を迎撃した後、イスラエルがハマスに反撃し、ハマスのカザ地区の司令官、ロケット部隊の司令官など、高級指揮官数十名を集団在就し、160爆撃機を飛ばして、カザ地区の地下党システムを高密度に空爆し、わずか40分で450発を超える爆弾を投下して、 ハマスの地下道システム及び地下道に隠されている軍人、ロケット弾などを全部破壊した後、ハマスにはこれ以上反撃する力がなくなった時、5月16日、中京は初めて戦争をやめろと言ったのです。なぜ戦争の初期、戦争が炎上して熱くなった時、戦争開始3日後、ハマスが停戦を求めていた時、 14日、イスラエル陸軍がハマスを侵攻しようとしていた時イスラエルがハマスを空爆していた時中共はずっと溜まっていたのに、ハマスが反撃の能力を完全に失った時戦争をやめろと言ったのでしょうか。 実は中共がこの時期になって戦争をやめろと言ったのはあまり意味がない余計なことです。中共がこのようにするのは戦争の方向は自分が願った通りにいかなく自分が得ようとしていた利益が得られなくなったからでしょう。しかも中共は今回のイスラエルとパレスチナの戦争から2つの衝撃を受けたからではないでしょうか。 一つはイスラエルのアイアンドーム防御システムの迎撃効果でしょうアイアンドームはハマスの2000発を超えるロケット弾の飽和的攻撃の9割を迎撃したのですこれに対しハマスのロケット弾の命中率は非常に低いだけでなく 発射した後すぐ落ちて自国の領土で爆発することもありました。ハマスのロケット弾は一体どこから購入したものかはわかりませんが、中共の手抜き工事で作られたロケット弾もこのレベルのものではないでしょうか。 中共はロケット弾でアメリカの空母や台湾を飽和的に攻撃すると予言していますが、アメリカの迎撃防御システムはイスラエルよりもっと優秀なので、中共の飽和的攻撃は効果があるでしょうか中共は衝撃を受けたのではないでしょうか もう一つの衝撃はイスラエルの高い性格率の攻撃です。イスラエルは目標を攻撃する前に、目標及びその周辺の人々に電話して、これから攻撃するから避けてほしいと知らせて、なるべく市民を殺害しないようにしたこと。また、普通の兵士はなるべく殺さなく、ブレードミサイルを使って、 軍隊の構想指揮官や重要人物を集団残収したことですイスラエルのこのやり方はハマスと中共のやり方と相反しています。中共とハマスは敵対国の市民を無差別に殺害するだけではなく自国の市民の自分を守るための盾としていますが、 イスラエルは戦争の目的が非常にはっきりしています。自国の市民はもちろん、敵対国の市民と普通の兵士までなるべく殺害しなく、目標は敵対国の軍事施設と軍隊の高層幹部です。 これらの映像はインターネットで掲載されているため、イスラエルの誠意を全世界の人が知っています。もちろん中国人も見ています。中共は数年来、ハマスは被害者で民族英雄のように形を作って宣伝し、イスラエルは戦争や侵略者、平和の破壊者のイメージで批判しながら国民を騙していましたが、今回の パレスチナとイスラエルの構成を通じて中国人は中共が嘘をついていることを分かるようになったでしょう今回のパレスチナとイスラエルの戦争は新たな戦争モデルとなるでしょう将来米中が南シナ海あるいは台湾海峡で戦争するときこのモデルが使われるのではないでしょうか独裁者が最も恐れているのは死亡です 米中戦争が発生した場合、米軍が集団斬首戦略をとって、中共解放軍の高層指揮官をはじめ、軍事、技術、経済、宣伝など、すべての領域の高層幹部を集団残襲すれば、戦争はすぐ終わるのではないでしょうか。習近平をはじめ、中共の高層幹部たちはこのことを恐れているでしょう。 今日はパレスチナとイスラエルとの戦争についての中共の反応について話しました。今日の話はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。